こんばんは、阿部あよりです。今週私からは天皇賞秋の予想動画をお届けします。先週も動画の方では的中することができなかったんですけれども、土曜日のオープン戦のアイビーステークスで3連単9万円の馬券が的中しました。この勢いに乗って今週も的中できればなと思います。ちょっと風邪気味なので聞き取りづらい部分があったらすみません。最後まで見てください。よろしくお願いします。ではここから予想に行きたいと思います。天皇賞秋の予想するポイントということで、まずは私が過去のレース映像を見て判断した天皇賞秋のレース傾向ということで、基本的には前が崩れるレースですけれども、今年は雨予報です。やや重馬場だった2007年と2010年は前にいる馬も止まらなかったので、重馬場適性も考慮しつつ、今年は先行馬も差し馬もバランスよく馬券に入れていきたいなと思います。次に四五歳馬が過去10年で9勝しているということで、レインボーライン、ミッキーロケット、ロードバンドール、マカヒキ、シャケトラ、サトノクラウン、リアルスティール、ヤマカツエース、キタサンブラック、クレーターロンドンあたりから中心に馬券を組んでいこうかなと思っています。あとは毎日王冠組が過去10年で5、4、4、46、連帯率 15.3%、 副賞率が 22.0% ということで、比較的高い数字ですね。さらにこの毎日王冠の3着以内の毎日王冠組で、今回天皇賞秋で3着以内に絡んだ馬、過去10年で13頭中10頭が芝 1600m から 2000m の重賞勝利経験があったということで、リアルスティール、ソウルスターリング、サトナラジン、マカヒキ、ワンアンドオンリーはこれに該当するので注目したいところです。ただしこれらのデータは全て鵜呑みにするわけではなく、基本的にはコースや馬場適性を最優先に考えて馬券を組んでいこうと思います。今回私の本命は2番のサトノクラウンにします。なんといってもこの馬は重馬場を得意としているのが魅力的です。ベストは 2200m な気がしますけれども、天候が味方しそうな今回はこの馬から買おうと思います。今年は天皇賞春を使った馬のその後の不調が目立ちます。一休みしたキタサンブラックにも不安が残るので、キタサンブラックは廉価としたいと思います。あともう一頭軸にするのが14番のサトナラジンです。叩き2走目は4012となかなか好走していますし、東京コース適性もバッチリです。馬券はこのように組んでみました。サトノクラウンの単勝と、ワイドはサトノクラウンとサトナラジン で3連複は、1列目にサトノクラウンとサトナラジン、2列目にサトノクラウン、サトナラジン、キタサンブラック、3列目はそれらの馬と、あとはご覧の馬で馬券を組んでみました。ゲート A では五十嵐レイさんやゲート A 班の重賞予想動画も毎週お届けしていますので、そちらの方もぜひ見てみてください。あと馬券の資金配分とかは私が、自分のツイッターの方に出走前に投稿してから買ってますので、そちらもぜひ見てみてください。天皇賞秋は2年前なんですけれども、私が人生で初めて万馬券を的中した思い入れの深いレースなので、今年もいい思い出になれればいいなと思っています。では最後まで見ていただきありがとうございました。少しでも参考になったらチャンネル登録よろしくお願いします。